このジガルディっていうキャラクターいろいろやっぱ特殊なキャラクターで、あとこうフォルムをすごくいっぱい 10% だったり 50% あとパーフェクトフォルムっていうのもあったりとか、あとゲーム中3ムーンではあのセルとコアを集めるっていうようなイベントがあったりとかしてですね、これすごく面白いキャラクターです。ちょっとこう補足するとあのコアを集める場所がですね、なんと実はこう強い人のところにコアは集まるっていう設定がちょっとあって、うん、さあよくよく見るとその島キングや島クイーンの自宅近くに、うん、自宅、まあ、自宅だったり、まあ、主人公の家のところにいたりして、うん、実はこう強い人のところに集まるっていうのが実はあるっていう特徴があります。うんうん、なんかあの艦隊シティにあるゲームフリークビルの森本さんのところにいなかったです。ああ、それはちょっとそれは残念だ。強いものとして認められなかった。残念。残念。うん、まあ技とかもね、うん、いろいろ豪華なキャラクターです、ね。すごいですよね。3つ持ってますからね、専用の技3つ。でもあの全部地面じゃないですか。あ、はい、そうですね。効果ちょっとずつ違うので、あ、まあ、ぜひあの対戦で使う際にはこう3つのその。こう技の中から、まあ、戦い方によって選んでいかないと、さすがにこの全部地面だとね、はい、その相性良くないと思います。まあ、でも地面だといえあのサウザンアローとかは、うん、あの飛行とか浮遊にも当たるっていう、うん、結構特殊な技だったりとか。本当にすごいです。じゃあそんなすごくこう特徴な、しかもちょっと可愛らしい時間です、ね、ぜひこうこの時間で使ってみてください。色違いなんでもうみんなにも自慢できると思います。